まろやかなアタックが来るんですけど、余韻の方にかけてはリンゴ酸的なフレッシュな酸味があって、ハーブっぽい感じっていうのがちょっとポイントで、このジェノベーゼ今日に関してはですね、香ばしいフレーバーもペアリングとして入れたかったので、まあハーブソーセージだけどソテーをするっていう方がより相性がいいかなと。これはね、勝ったも同然で暮らしと心を彩るワインの定期便ワインプラス、続きましては白マルケスデディスカルブランコレゼルバリムザンスペインからちょっとごめんなさい、ということで難しいですよ ね、はい、難しいですけど長いし、はい、スペインは白ワインをご紹介してまいります。はい、はい、ちょっと珍しいですね、スペインの、ね、白をご紹介するっていうのは、うん、まあアルバリーニョとかね用意したことはありますけど、そのワインはね今までも何度かあのレストランとかでね、あとはワインスクールの方とかでご紹介したことがあるワインでございまして、まあ、見た目もボルドー型の瓶になってるんで、うん、こう細い形のとかね、ブルゴーニュのなで型の瓶が多いかなと。白って結構そういうね細身のが多いんですけど、ちょっと珍しいですよね、こういう形がボルドー瓶みたいになっている、うん、マルケスってついたら、まあワイン勉強してる方ってすぐに思いつく、多分スペインということで、その中でも歴史がもう本当に非常に古いマルケスでディスカルっていうね、まあ、由緒あるというかね、すごく伝統がある作り手の、まあ、白ワインということで、もう歴史が本当にあって、赤ワインで有名で、もともとは赤ワインのクオリティが非常に高いんですね。今もそうだと思うんですけど、札幌ビールさんがねずっと輸入されていて、僕は本当にソムリエになったばっかりぐらいの時ですかね、20代の時なんで、本当のこと20年前とかの時点で、このマルケス・ディスカルの赤ワインとかをグラスでお店で提供してたりとかいうこともあるんで、僕自身も結構昔からもう知ってる、昔も本当昔の20年以上前から知ってる作り手です。でその中でマルケス・デ・リスカル自体はリオハっていう場所があるんですね。スペインの中でも特に伝統的な赤ワインの産地 でそこはテンプラニーロというブドウ品種、うん、今現在一番多い品種で、木樽で熟成させる、樽熟成させる、で特にアメリカンオーク樽を使って伝統的に熟成させるという、ボルドーの影響を受けた、醸造技術的にはボルドーの影響を受けたスペインの北東部ですかね、のリオハっていうところのワイナリーなんですよ、もともと。なのでリオハのテンプラニーロの赤ワインを作る、でしかもグランレゼルバーとかになるとおそらく1万円近くなったり8000円ぐらいは、するような、そういったワインも作る生産者が、じゃあ赤ワインで成功して、じゃあ白ワインでどっかいいとこないのかっていうふうに探した時にたどり着いたのがルエダっていう場所があります。ルエダっていう場所は北側ですけど、リオハが若干右側っていうか東側に位置するに対して西側の方になりますので、北西部あたりですかね、がルエダという場所です。このルエダっていうのは白ワインで有名なんですね。スペインの中でもちょっと珍しくて、リアスバイシャスのアルバリーニョっていうのが、あの海の近くのエリアのご紹介したことありますが、それよりもっともっと内陸で、内陸地のその白ワイン産地として有名です。おそらく白でいうとスペインだと2番目に有名なエリアだと思いますよ、このリアスバイシャスのアルバリーニョの次ぐらいに。ですがなかなか日本で飲まれてないっていうことで、しかも美味しいんですけどね、でそこをちょっとご紹介したいと、はい、いうことです。ちょっと長くなりましたけど、このルエダという場所は白ワインの産地として非常に有名であるということ、であとそのルエダといえばこのベルデホという、ね、品種が有名で、あともう一個ねソービニオンブランも有名なんですよ。実はソービニオンブランとベルデホっていう2つの品種が有名で、それを半分以上は使わなきゃいけないっていう、これ試験に出るやつなんですけど、はい、覚えておきます。そういったルールのもと作られています。で特にまあソービニオンブランドと世界でやっぱり使ってるんですけど、ベルデホって言われた時はねかなり限定されるじゃないですか、だからスペインらしさ、スペインの白ワインのらしさっていう意味では、リアスバイシャスのアルバリーニョと、もう一個これを覚えてほしいっていうのもあって、これをチョイスしました。いろんな理由があったわけです。はい、ということで、まあ、長くなりましたけど、マルケス・デ・リスカルという作り手で、はい、しかもねポイントはこれ、実はこの白のこのリムザンっていう、リムザンとか呼ぶんですけど、リムザンっていうのは何でしたでしょうかっていう、おクイズえ、リムザン何の名前でした？山ですか？ああ、近いですか？惜しいですえ、何でしょう？店長は分かるじゃないですか、ね、店長、あ、今調べ始めた。森があるんですね。まあ場所ですよ、地名ですよね。で森があって、でそこといえば森があって木があるわけじゃないですか。でその木が樽で有名なんですね。リムザン産といえば樽、ボージュとかいろいろアリエとかそういう場所があって、でそこ森がありまして、で木がありますよね。そうすると樽の木、オークダルの木が取れるんですけど、これリムザンというと樽の名前ですよ。リムザン産の樽場所ですね。リムザンというエリアは樽を作るエリアとして、樽の、まあ、要は木材と美味しくて有名なので、
そのフレンチオークとです、いわゆるねフレンチオーク、フレンチオークダルを使って発酵熟成させてるってことになります。なのでこれリム酸がついてないのがあるんですよ、マルケスリスカルベルデホ。ただリム酸っていうのがついてないってことはオークダルのニュアンスがない、もっとベルデホのすっきりとしたスタイルのワインもある。ですが僕が個人的におすすめしてるのはリム酸ってついてる方が特に僕は気に入っておりまして、個性的でキダルといえばシャルドネっていうイメージもねあると思うんですが、まあ、実はもちろんそうではなくてベルデホっていう品種もこのキダルのニュアンスがあるベルデホが存在していて、でそれがね本当に品質が高いんですよね。しかもねコストパフォーマンスが高いっていうんですかね、クオリティが非常に高いです。はい、でグラスね、いろいろな考え方がありまして、細身でも全然いいです。今日あればっていうのでこのグラスを用意してます。で樽熟のその樽からくるロースト香とかナッツの香りとかを取っていくんであれば、まあ、この香りを広げてあげる、横に広げてあげてそれを取りやすくしていくっていう意味はいいかな。ただそんなにこう重いワインじゃないんですよ、樽がしっかりついてつきすぎているって感じじゃないん でリムザンの樽っていうのもそんな樽香がバッチリつくような感じではなくて、ほのかにねついていくような感じなので、まあ、絶妙に樽香があるんですけど、それが相性いいグラスは、まあ一つはこれであって、あともう一つは普通にちょっと細身ので飲んでもいただいてもいいです。なぜかというとその酸味自体はね爽やかなんですよね、結構リンゴ酸的なフレッシュ感があるんで、そういう味わいの観点でいうと別にこのスリムなグラスでも問題ないかな。ただ香りがやっぱ特徴的なんで、それを広げていくっていう意味ではこのシャルドネグラスもいいと思います。なので青リンゴとかライムっぽいような香りもあるんですね。爽やかな印象の中にトーストの香りとかアーモンドっぽいナッツ香があって、でベルデホの特徴で少しハーブっぽい香りが出やすいと。ソーヴィニョンブランもそうですけど、ソーヴィニョンブランはもっともっと顕著ですけど、ベルデホも森の香りのようなグリーンなフレーバーが出るんで、まさにね樽香がこう相まって森の森林の印象がある。でリアスバイシャスは海の香りがするっていうね、スペインの一方で森の香りがするルエダっていう感じですかね。その住み分けとしては内陸地海側っていう感じで考えていくと面白いかなっていうふうに思いますし、まあ、そのテロワールをね感じるんですよ、森の木々のこうニュアンスというのが感じられます。なので青リンゴとかライム系のグリーンなフルーツプラスそのロースト香とかトーストの香りがほのかに出てくる、それが特徴です。そうなると似たようなワインって結構少なくなってくるんですよね、ソーヴィニョンブランみたいなムスクの香りがするとかそういうのもないんですね、飲んでいきますとまろやかなアタックが来るんですけど、余韻の方にかけてはリンゴ酸的なフレッシュな酸味があってほのかな樽感があるんで、すごくなんかがっちり樽がついてるっていうイメージではないんですよね。樽のその名前がついてはいますけど、果実を重視しているのでフルーツの味わいがしっかり出ていますから、リンゴのフレーバーなんかもしっかり味わいに残っているということで、まあ、ちょっとハーブっぽい感じっていうのがちょっとポイントで、このジェノベーゼ、あとこれハーブソーセージご用意させていただきます。ハーブソーセージで樽が使われてるんでやっぱ香ばしいということで、ちょっと軽くですねこのソテーしたような状態で、ボイルソーセージだとの例えばリースリングみたいなキダルがないもので合わせて酸味で合わせるんですけど、今日に関してはですね香ばしいフレーバーもペアリングとして入れたかったので、まあ、ハーブソーセージだけどソテーをするっていう方がより相性がいいかなというふうに思います。はい、なんか合ってますよね見た目の調和も合ってまして、はいはい、もうこれはね勝ったも同然というかペアリングとしてはもうこれは合うんじゃないのっていう勝ちパターンで、ちょっと食べましょうか。まあ、贅沢ですよこのナイフで、ソテーしてるんですけど、まあ、全般として焼きすぎてない感じがいいなっていう、思いますし、お肉のニュアンスにも酸味とコクまろやかさっていうのね、バッチリですね。カメラ目線でいただけました、バッチリです。強さも合ってるし、ポークですよね、ポークインナーだと思うんですけど、イベリコ豚とかハモンセラーノとか、あるじゃないですか、スペインとかね。だから豚肉って天ぷらにいるのも相性が良かったりするんですけど、ポークソーセージだよね、で合わせていくっていうのはもちろんチキンが悪いとかじゃないんですけど、相性がいいかな。で白身ですよね、やっぱね、赤身じゃなくて白身系でハーブのニュアンスがあるお肉料理っていうのはこれ本当に相性がいいので、ぜひやっていただきたいなと。余韻が長くなってますね。非常に美味しいです。はい。ありがとうございます。これはね美味しい、本当に美味しいです。バッチリですね。バッチリです。
これもすぐ試せますね、うん、あ、そうですね、これ簡単にできるんで、うん、ハーブが入ってるってのがいいですかね。でなければあのパセリが入ってるやつとかもいいんですけど、うん、はい、そういう組み合わせですかね、うん、味わいの強さの同調もあるし、風味の同調もあるということで、だからこれってシーフード系じゃないっていう感じですかね。だからこの白ワインイコールシーフードっていう感じがあるかもしれないですけど、そうじゃないっていう、ね、あのお肉料理だったりとか、こういう野菜というのかな、まあ、ハーブ系で合わせていくというのがおすすめです。はい、ということでこれかな、はい、これはねハーブ強調して、ちょっとこれって変化球、若干変化球で、ジェノベーゼって、まあ、リグリア州っていう、うん、ジェノバ、イタリアじゃないですか、イタリアなんですけど、うん、まあ、地中海沿岸系の気候で、まあ、緯度的にも、まあ、合ってて、あと風味の同調とオリーブオイルね、これスペインもイタリアもありますけど、それのニュアンスに相性がいいので、このワインに関してはやっぱ地中海性エリアの気候で、オリーブかな、やっぱスペイン産のオリーブとかいうことはいいんでしょうけど、パスタをオリーブオイルをあのスペインに変えちゃうとかね、イタリアじゃなくてね、そういう風にするとより相性がいいかなというふうに思います。はい、じゃあ食べて、うん、うん、たくさん食べてますね。思いっきり食べてますよ。お腹いっぱいになりそうですね。ずっと食べてますよ。うん。これはね、面白い組み合わせだと思うんですけど、うん、やっぱね、バジルと合ってますね。で、あとジェノベーゼだからあれかな、松の実でしたっけ。うん、あの香ばしい感じの松の実の風味にもよく合うと思うし、あとオリーブオイルとね非常にマッチするんで、まあ、オリーブだけでもいいんですけど、グリーンオリーブだけでもちろんいいんですけど、オリーブオイルたっぷりかけていただいて、でハーブフレーバーで、味わいも、まあ、コクも合ってて、まあ、パスタとかって、まあ、コースとかだと結構後半の方にね出てくるんですけど、この白ワインって別に食前酒的ではないんですね。ちょっと進んだ時っていうのかな、料理が少し進んで乾杯が終わった後以降の、あの白ワインというふうに考えていただくと、先ほど、まあ、例えばスパークリングワインを飲んでいただいて、カラッて感じですかね、うん、食前で、まあ、例えばアルバリーニョとかだったら最初にいきなり乾杯で飲めるようなすっきりしたワインですけど、これは最初からは逆にお勧めしないかもしれない、うん、1杯目じゃなくて、まあ、2杯目以降というような白ワインです。はい、ということで美味しかったです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで白ワイン、うん、スペインはマルケスでリスカルブランコデセルバリムザンを、はい、言えました。名前がちょっとずらいです。マルケスでリスカルをご紹介させていただきました、はい、で最後は赤ワインに続きます。赤ワインもぜひご視聴ください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。